結婚を機に名古屋から移住。農業を志す主人を支え、明智駅前に念願のおやつのお店をオープンさせた三宅さんの場合。このお店は明智鉄道に乗って遊びに来た時にたまたま空き店舗になってたので、ちょっと昔からお菓子作ったりとかそういうのが好きだったので、ちょっと挑戦してみようかなということで始めました。おすすめはクッキーとか、あとはカレーパンですね。良かったことはまず自然がすごいいいのと、もう本当その辺走ってるとカモシカに会えたりとか、あとはもう人がいいですね。住みたいなって思ってます。あ、もうめちゃくちゃいいです気持ちいいし最高ですね。明智においでんさい。